外川崎外川崎はシリコンバレーの著述家、演説家、投資家、ビジネスアドバイザー。元アップルコンピューターのエヴァンジェリストとして知られている。1954年、ハワイの日系移民の子供として生まれる。父親は消防士、不動産業などの職業につき、後にはハワイ州の衆議会議員にもなった。1976年にスタンフォード大学を卒業。 家族は外に医師か弁護士になることを望み、彼はカリフォルニア大学デイビス校のロースクールに進学するが、すぐに学校を辞め、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のビジネススクールに進学し、MBA を取得した。その後、ノバスタイリングという宝石メーカーに勤務し、宝石の営業を経験する。次に、エドゥヤアという教育ソフトのメーカーに勤務するが、 アトランタにあるソフト会社に買収されてしまう。買収元の会社は外にアトランタ勤務を命じるが、これを断った。スタンフォード時代の同級生でアップルコンピューターで働いていたマイク・ボイチに誘われて、1983年にアップルコンピューターに入社する。1984年の1月に登場したアップルのマッキントッシュであったが、対応する。 サードパーティーのソフトはほとんどなかった。そこでアップルは外部のソフト会社にマッキントッシュ用のソフト開発を説得する職種であるエヴァンジェリストを作り、そこにマイク・ボイチやガイラを任命した。またガイはアップルの優れた技術者を認定するアップルフェローという制度を作った。1987年にアップルを去り、ホースディメンションを販売していた。 エイシャス社の CEO に就任。1995年、経営の危機に瀕したアップルに再び呼び戻された。しかし1997年に、スティーブ・ジョブズが復帰すると、再びアップルを離れた。2008年現在、ガレージテクノロジーベンチャーズの設立者として、またベンチャーキャピタリストとして、投資の世界に身を置いている。2013年3月1日、 川崎は Google に入社し、モトローラモビリティのアドバイザーに就任することを発表した。2014年4月1日、オーストラリアのスタートアップ企業キャンバのチーフエヴァンジェリストに就任した。ガレージテクノロジーベンチャーズハット、Google ググディススモトローラプロダクツ、アンドハイアーズ外川崎。リードライトウェブ、2013年8月15日閲覧。キャンバーウェルコムズガイ 川崎アズ・アワー・チーフ・エヴァンゲリスト。ラーン。2019年3月21日閲覧。ありがとうございます。